改めて思いました私たちは沖縄のことを知らなければならないです。亡くなった人たちがあの世でお金に困らないようにお金に見立てた紙を燃やす風習昨日のお重のこととか花丸さんに教えてもらうのではなくドラマの中で教えてほしかったです。優子さん戦争はまだ終わっていなかったのですね。夜に泣いていてたシーンとかで うすうすは気づいていましたがようやく話をすることができてよかったですねそれでも優子さんの戦争は終わらないのだと思います戦争ってそれぐらいに重い罪だもの私は戦争を経験していないから知ったかぶって言える立場ではないけれど一生背負っていく人がたくさんいるのだと思いますなのに戦争がなくなることはないというのは 悲しいことだと思います誰も傷つけあいたくない戦争をしたいとは思っていないはずなのにそれでも戦争がなくならないのは本当に一部の人力を持った人が間ちがった思想で戦争を起こしているのではないかと私は思うのですそんな一部の人の犠牲に多くの人がなってしまうから戦争は 絶対にに起こしちゃいいけななはずなのにねどうすれば戦争をなくすことができるのでしょうか一人一人が考えてもどうすることもできないようにも思ったりするのですが何もしないよりはマシだと思うのですだから沖縄のことはこのドラマをきっかけにでもいいのでたくさんの人が知るべきだと思うのですそのために このドラマは始まったと思っていたのだけどね。